い、こんにちは、ひかりです。今回はハードオフでババーン324円でジャンク購入してきたこちらのね、ナショナルのポータブルカセットプレイヤー、型番は RQ342 松下電機ね。うん、見てこのなんかちょっとナショナルっていうね、レトロな感じ。うん、これをね、動作確認していきたいと思います。はい、ちなみに前回の動画でつけっぱなしにしとくって言ったポータブルブルーレイプレイヤーは依然ウェイティングのまんまです。ちょっと本当やばそうですね。はい、ちょっとやばいっす。はい、こっちに関してはポータブルブルーレイプレイヤーに関してはね、動作確認とかしないで買ったんだけど、これに関してはね、さすがに見た目がちょっとまああれ汚かったっていうのと、あとまあ、まだね、買って値札しか剥がしてないから、ちょっとね、やっぱ汚れとかもね、めっちゃあったし、あとかなり古そうだったので、もう絶対動かないかなと思って、念のためにAC アダプター、電池がね、なかったんですよ、その動作確認コーナーに。なので、動作確認コーナーにあった AC アダプターで、AC アダプターっていうか、この DC イン 3V をね、6V ぐらいのやつで一瞬だけやったんだよ。そして、再生、カセット入れずに再生したら、ちゃんと、モーターとかも動いて、ここがこうぐるぐる回ったんですよね。両方は回んなかった気がする。こっちだけかな、確か。回ったんだよね。だから、とりあえず、通電はしたので、完全に。で、一応回ったので、あ、これいけるかなと思って買ってきました。はい。買ってきました。はい。一応こう見ると、レッグってあるので、録音もできるみたいなんですよね。で、スピーカーもあるんですけど、一応ね、ヘッドホンも確認より、動作確認より持ってはきたんだけど、うん。で、多分モノラルだと思うんで、片方からしかステレオのヘッドホン聞けない可能性があるんで、ほら、モノラル8、これなんて読むんだっけ？オームだっけ？ごめん、わかんない。これね、一応ステレオに変換するこういうの Amazon で売ってるんだけど、これでステレオで聞けるっちゃ聞けるんだけど、まあ、とりあえずね、動作確認していきましょう。でね、まだ今回ね、初めてやる電池での動作確認ですね。一応ね、ここにね、まあ、炭酸電池2本って書いてあるんで、多分炭酸2本で合ってると思います。お、スライド。あー、液漏れはないな、見て。綺麗。まあまあ綺麗かな。そこまで超綺麗ではないけど、液漏れはなさそう。ちゃんと炭酸電池でぴったりですね。はい、こんな感じ。でもって、あ、スマホで今録画してるんだけど、Wi-Fi 切るの忘れてたから、通知が来ちゃうよね、Twitter とかの。いいねもらってありがとうございます。はい、そして、開くかな。じゃあとりあえず、回転するかどうか、確認したいと思います。まず再生ボタンこれだね。いきます。あ、再生してもらってか動いてますね、完全に。ただ、あ、いいんか。こんな感じ。で、ボリュームボタンはこれ、あ、ボタンっていうか。あ、生きてそう。はい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 。で、一旦停止。停止ボタンはどれだ？これだね。はい。ただ、片方しか回ってなかったよね。これで正解なのか不正解なのか。さあ、勝手に父親が昔使っていたカセットテープ。あれ、これ何も入ってないんじゃね？録音されてんのかな？大丈夫かな。まあじゃあ、A 面ってどっちなの。ここすら A 面なのかな。どうやってやるのこれ。どうやって入れるのこれ。どうやって入れるのこうかな。まあいいや、いきます。これ何も録音されてないんじゃない。あ、しかも両方回ってる。嘘だ。待ってー、ゴムベルト交換はしたかったのに、動作確認。あんま流すとあれだけど。マジかー、動くパターンじゃねえか。嘘でしょ。うわぁ、マジか。嬉しいような、悲しいような。いや、予想外。俺的にね、ゴムベルト交換で治るかなと思ったんだよ。なんか片方動いてなかったし、で、今動いてたよね。あ、待って、でも、絡んでんじゃない？テープ絡んでんじゃないの？マジか。テープも絡んでない。これ、どっち入れるの？こうでいいのかな？わ、かっこよ。ちなみにね、この、プラスチックかな？プラスチックだね、これね。このね、クリア部分に関しては、
あの、特殊な磨く布があるんで、それでちょっと磨く動画もね、作りたいと思います。ちょっとヘッドホンの、あれを聞いてみようかな。モノラルを一応ステレオにして、この、あ、デノンのヘッドホンで聞きます。今まで坊主でやってたんだけど、あれじゃちょっと分かりづらいかなと思って、こっちの方が、ナチュラルだからね。じゃ再生してみます。あれ？なんかボタンがちょっと、なんか一発でいかない感じがするんだけど。ほら。聞こえる？ビッシュランマンっていうね、お酒のコマーシャルですね。ちゃんとヘッドホンからもう、両耳聞こえるかちょっとやっていい？俺手元でやるわ。ちょっと行くよ。なんかこれね、ボタンがちょっとさ、一発で下がんないんだけど。ほら、あれ？ちょっと待って、両耳から聞こえてます。はい。あれ？これ一時停止でしょ？再生で。これ一時停止いいんか。あ、すごい！これ誰か直したのかな？こっちは意外、ブルーレイプレイヤーについては、壊れてないと思って買って壊れてたんだけど、こっちに関しては壊れてると思って買って壊れてなかった。いや、動くとは思ったんだけど、通電はするから、あれ、いけるかなと思ったけど、もうちょっとなんか、戸惑うと思ったら、普通にいけた。あとはこれ録音とかも多分できると思うから、まあ、決して音はね、まあ、カセットだし、古いし、いいとは言えないけど、聞くに耐えないことはない。まあ、確かにでかいけどね。もっと新しい機種はちっちゃいけど、こっちの方がかっこいいっしょ。おー、マジかー。じゃ、変に分解しない方がいいね、これ。じゃ、じゃ、あとは、とりあえず、一回ここ外からエアーでブワーって吹いて、これの中のホコリ吹いて、んで、無水エタノールとかあるじゃん？無水エタノールじゃなくていいけど、ウェットティッシュとかでまあ、この辺を拭いて、全体的に拭いて、そんで、ここをなんか磨く、プラスチック磨くやつで綺麗にしたら、完璧だ。すげえこれ、ね、ナショナル。さすが。さすがかわかんないけど、メイドインジャパンでしょ？ほら、メイドインジャパン、すごい。なんかね、一応ね、動画作る前に、ググってみたのよ。そしたらさ、海外のサイトしか、なんか、説明みたいなのなくて、日本のはちょっと、オークションみたいなののページが一つあるかないかぐらいの感じで、全然細かい説明がね、載ってなかったんだよね。だから何年生とかもいまいちわかんなかったんだけど、ね、何年のだろうね。全然わかんないっす。けど、まあ、オートストップ。いやー、俺が持ってる中でもね、トップクラスに古いよ、これは。完全に。多分ね。わかんないけど。古そう。うん。重いもん。重いし、でかいし、ごついし、武骨だし。これ、かっこいいぜ。いや、かっこいいな、これは。いや、嬉しい。意外と新しいの？もしかして。そんなことはないよね。古そう。こういうね、汚れがあるじゃん。これがね、あとで汚れ取るから。うん。あと、早起きに巻き戻しとか。早起きに巻き戻しやってないからやってみる？どっちが早送りだ？こっちが巻き戻しか。いけてるね。そして、早送り。先生。また酒のとこに戻ったんだ。いいね。うおほほほ。やべえ、こういうパターンもあるのか。いや、動作確認して、一応ね、ケーブルではやったってやったんだけど、ここまでうまくいくと思わなかったし、下手したらもうスピーカーとかも壊れてたりも、
根本的な部分がダメで、開けてみたら、なんか、すごい古い感じの、なんか機械だから、もう、どうしようもないっていうか、もう、あちこちが壊れてるようで、もう何もなんないんかなと思ってたんだよ。ていうか、その不安があったんだけど、まあ、300円だから、このかっこよさで、ちょっとね、動画にさ、このかっこいいのを映すだけでもいいかなと思って買ったんだけど、まさかの使えるっていうね。すげえ。やべえ、感動した。はい、皆さんも、感動していただけたでしょうか。うん。これ、かっこいいなぁ。これ、磨いたらもっとかっこよくなるんじゃない？これはかっこいい。多分、そこまでこれ、安くなかった時のやつだと思うから。だって、これ、録音もできるんだよ。マイクも刺さるし、録音ボタン、ここにも、これが、マイクになるのかな。だから、取材とかでも使えるのかもしれない。でも、なんか、ソニーのがやっぱ一番、カセットプレイヤーはいいらしいんだよね。プロとかもソニー使うんですよ、基本は。ナショナルだからちょっと、でも逆にナショナルあんまないような気もするもんね。ソニーの方が多いよね。磨けるのは。うん。あ、これ取り出しボタンなんだ。ほら。停止と取り出しだった。ごめん。取り出しボタンがあったわ。これ取り出しで一発で取り出せんだ。ほら。こんな感じで。入れるときはこうだ。で、ここ停止ボタンを押すと取り出しになるんだ。ほら。あの、ここにね、マークが書いてあった取り出しボタンのマークが。イェイ！はい、皆さんもね、あの、これポータブルカセットプレイヤーは、基本的には電池なので、あの、単3か単4だと思うんで、電池持ってくか、あの、動作確認コーナーにね、ない時があるんだよね、たまに電池が。うん。だからね、この時は確かに単4がめっちゃあって、単3が一本もなかったんだよ。うん。そういう時もあるんで、自分で電池持ってくか、あの、こういう AC アダプターでやるかですね。あとはな、ガム電池しか使えないやつに関しては、もう買わないって手もありますよね。ガム電池の充電、ガム電池の充電池バージョンみたいなのも Amazon であって、僕は持ってるんだけど、あんまりなんかね、なんかガム電池でやると、なんかやっぱ、うん、めんどくさい。うん、使うのに、やっぱり。あと基本的にガム電池系ってあんまり、なんか、希少価値っていうか、価値がないっていうか、実際今あんまり必要とされてない感じで値段も高くないかったりするから、まあ逆にガム電池を狙い目で買うんだったらいいんだけど、充電池をいっぱい買っといて。じゃなかったら、やっぱ、できればね、単三電池とか単四電池で動くやつを買った方が、うん、あの、エネループとか使えるから、今みたいに。だからおすすめかなと思います。やっぱね、あの、AC アダプターで使うのって、意味わかんないけどね。だったらラジカセ買うからね、別にね。うん。あ、そもそもこれいらないよって話はあるけどね。うん。いやいやいやと。うん。そんななくてもさ、iPhone とかでいくらでも弾けるだろっていうのは一回置いといてね。うん。はい。こんな感じで。まあ、ロマンということで、ぜひ皆さんも、こういうのね、手に取って、あの、でね、ハードオフのジャンクコーナーの青箱のイヤホンとかがあるコーナーの近くに、オーディオ小物っていうコーナーが大体の店舗あるんで、そこにね、ポータブルラジカセとか、ポータブルカセットプレイヤーとか、あ、ごめん、ポータブルカセットプレイヤーとか、あと、あのポータブル MD プレイヤーとかいろいろあるから、ぜひ見てください。あと、ポータブルラジオとかさ。あとは、ショーケースに入ってる時もあるから。あ、意外とね、ショーケースに入ってるからって、全部高いわけじゃなくて、意外といいのとかショーケースに入ってる時あるんで、安いのとか。下手したら300円とかでショーケースに入ってるものとか結構あるんで、ものによってはね。なので、まあ、ショーケースも見た方がいいかな。ジャンクのショーケースとか、中古のショーケースとか、意外と、そこに掘り出し物がある場合あるんでね。はい、ぜひ。って感じです。さあ、そして、ラスト。ブルーレイプレイヤーは、動いてません。ウェイティングのままです。はい。ということで、この動画良かったなとかね、参考になったなと思っていただけた、方は、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。で、チャンネル登録とか、あとコメントもね、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。そして、あと、Amazon リンクいろいろ貼ってるんで、よかったら、チェックしてみてください。オーディブルとかも面白いですよ。ではまた、バイバイ。